こんにちは、しげしげです。グリモワール降臨にメリリオナリスパーティーで行ってみたいと思います。はい、道中はね列を組んでいくだけで倒せるんですけども、この編成は、出てくるモンスターのキラーをふんだんに積んでおります。はい、悪魔キラーと、回復キラー、あとは攻撃キラーと神キラーとドラゴンキラーもありますね。なのでまあ本当に必要最低限のコンボでいいというか、今結構がっつり組みに行ったんですけど、はい、落ち込みもないのでかなり早く回れるかなと思います。まあ継承でね列変換とかがっつり入れてあげればもっと早くクリアできるのかなと思います。はい、落ち込みがないのでそのロスタイムが少ない分かなり早く周回することができます。で封印耐性もね 100% になっているので大丈夫ですね。リーダーフレンドで封印耐性が積めないので、まあアルレシャが非常にいいですね。2つ持ちなので、あとはまあバルバロッサも威嚇枠としてもいいですし、あとはね確実に水を6個生成してくれるので、まあ1列分確保できるっていう点でねかなり優秀なサブかなと思います。はい、ということでボスバトルですね。まあ残ってるスキル使ってつなげつつ、まあバルバロッサがいるので4つ消しも入れてあげるといいですね。はい、こんな感じで火力がバルバロッサで874万ですね。非常に強いと思います。ということでご視聴ありがとうございました。